はい、ゆうべくすです。さあ、皆さん学生時代にね、通学の時に電車を使ったりとかね、バスを使ったりね、人それぞれだったと思うんですけど、僕自身もね、高校時代電車をね使っていました。でね、自分の高校を通ってた高校とはね、違う学校にね、通っていたこう異性、まあ、僕で言ったらこう女性、女の子が、通学の時間帯があって、でね、名前もわからないし、どういう子かわからないけど、すごくね、可愛いなっていう印象から、こうね、いつも同じ列車で、ね、しかも同じたまにね、車両に乗った時とかに、ちょっと話しかけようかなとかと思ったね、ああいうちょっと甘酸っぱさ。でもね、こう人間って何も知らないけど、ね、何もない、こう、まっさらな状態なんだけど、こうね、何か魅力的に見えてしまうというね、恋愛とかそういう恋心ってそういうものだと思うんですけど、これってね、植物も同じなんですよね。こうね、いろいろなね、皆さん、多肉狩りとかね、園芸センターとか、ホームセンターとか、またイベントにね、行かれたりする方もいると思うんですけど、こうね、たまにね、園芸センターに多いと思うんですけど、まあ、いわゆるラベル落ちというね、言われている、こういったね、ラベルがね、ついていない、ね、植物のことを言います。僕自身もね、なぜかこうね、多肉狩りとか、あとはね、今は仕入れに行くときとかに、ラベル落ちをしている、ね、名前もわからないんだけど、なぜかすごく魅力的に見えてしまう、そんなね、アロエがあるんです。いつかね、こうラベル落ちしてしまった植物、ね、アロエでもいいですし、アガベでもいいし、エケベリアでもいいんですけど、そういった植物をね、立派に育てたりとか、いろいろなね、皆さんの試行錯誤で、こうすごくかっこよく可愛くね、育てていると、いずれね、また違った新しいね、植物の魅力にもつながると思うので、ぜひね、今回このラベル落ちしてしまったこの動画をね、見て、何かね、新しいこれからのね、植物ライフのきっかけになれば嬉しいです。はい、じゃあね、早速ね、今回その3品種、まず品種名がわからないので、まあ、3株紹介ね、していきたいと思います。ではね、まず、1等株目。はい。こちらですね。なんで、その、ね、こういった植物チャンネルって、まずね、植物を見せた時ってね、大体ね、下のテロップでね、品種名が出ると思うんですけど、今回出ません。はい。でもね、このね、1株目なんですけど、このね、アロエは、自分がね、いつもね、プライベートで行くし、仕入れにも行くんですけど、お世話になっている生産者さんのハウスに行った時に出会ったアロエです。で、いつもね、このチャンネルとかではアロエのね、こういろんな魅力とか、アロエのかっこいいアロエとかを紹介させていただいてるんですけど、僕がね、いつも何とも言うのが、アロエっていうのは遠くで見るんではなくて、こうね、近くで見るっていうのが一番の魅力なんですよね。まあ、今回ね、このアロエも、はい、まずね、近くで見ていただきますが、はい。むちゃくちゃね、このね、まずね、この葉っぱのこのシャープな、シュッとしたのが、こう、ロゼット状にどんどんね、連なってるんですけど、これもね、こう、どんどんと、こうね、葉っぱ、わかりますかね、この下葉と、こう今、成長点のところを合わせると、だいたいね、もう今、5段階から6段階ぐらいも連なってて、もしかしたらこれ5年後、10年後、同じようにこうやって連なってったら、めちゃくちゃかっこいいんじゃないっていうのと、あとね、この、あれは、こうね、間近で見るっていうことなんですけど、これね、わかりますか？これね、しっかりとした葉がね、実はちゃんとあるんですよ。で、これ今白色ですよね。ちょっとね、裏見るとね、わかると思うんですけど、ちょっとね、青っぽい緑色してるんですよね。今ね、正面の顔は、こうね、ちょっと紫っぽい。まあ、これは今ね、ずっとね、もうね、ずっと冬の間も外に置いてあったので、寒さでね、ちょっとこういった色してるんですが、だんだんね、今、季節も暖かくなってきたので、少しずつね、緑色になってきてるんですけど、でもね、これはほんと緑というより青緑っぽい色。なんで一番本来の色は今ね、僕がまさに着ている、こういった色合いなんですよ。なんで本当にすごくかっこいい、美しいアロエで、で、なおかつこうやって、ね、葉が白色っていうのですごくかっこいいんですよね。こういったね、ラベル落ちしてしまっているアロエも、こういったね、本当にいろいろかっこよかったりとか、逆にラベル落ちしてるから、この子がね、どういった掛け合わせ交配種で生まれているものなのか、また本当に原種かもしれないし、またね、それを探るのもね、このラベル落ちしている植物の楽しさですよね。はい、そしてこちらです。こちらがですね、今また間近で見ていただきますが、こういったね、模様のついたタイプですね。個人的にはちょっとラウヒーに近いような、ね、
ものがかかってる交配の、まあ、ハイブリッドではないかなと読んでるんですけど、まあね、いろいろと掛け合わさっちゃってると思うので、もうね、ほんとアロエハイブリッドとして今ね、育ててるんですけど、こういったね、模様のタイプのアロエって、本当に横にね、どん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 連なってる、並んでるタイプと、ね、上下に、ね、あの、斑入りといいますかね、こういった模様が入っているタイプと、模様のね、入り方もそれぞれアロエによって違うんですよ。なので、その模様の感じで、このアロエがね、この交配にちょっと掛け合わさってるのかなとか、そういうのも探るのも楽しいし、その個体個体によってね、この模様に入り方とか、こう、点々点々って入ってるのと、今ね、皆さん見ていただいているように、いっぱいこういった模様がね、白い模様がついているタイプと、本当にいろいろなね、タイプがあるので、こういったね、ラベル落ちしてしまっている模様タイプも、いろいろね、皆さんの好みの、この、模様を見つけるのもね、楽しさだと思います。これがね、最後ラスト3株目なんですが、これね、めちゃくちゃかっこいいですよね。この、まずね、葉の赤い葉がね、めちゃくちゃ強い。もう教師ですよね、教師。はい。で、今ね、すでにまた小株ができてたりとかするんですけど、もうね、こういった感じで、ちょっとね、赤色のような、でもちょっとオレンジ色にも見えるような、こういったタイプの葉で、で、ね、模様もね、すごくかっこいいですよね。二株目のね、模様とはまたちょっと違うなっていうのを皆さんちょっとね、見ててわかると思うんですけど、こういった感じでね、この模様はちょっとはっきりしているタイプというか、で、横にね、こう、並んでいる、てん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 っていうのがね、並んでいるタイプですよね。これもね、なんか、いつか動画でね、このチャンネルでやってみたいんですけど、この点々数えてみたっていうのをちょっとやってみたんですよね。何のためになるのっていうね、本当にただの無駄動画なんですけど、ちょっとね、いつかね、この点々何個あるかっていうチャレンジをちょっといつかこのチャンネルでやってみたいなと思います。もしもね、ちょっとそれやってほしいっていう方いたらね、ちょっとコメントとかね、グッドボタンしていただけると嬉しいです。はい。まあ、こういった感じでね、この子もちょっとね、もうこれだけ大きいんで、もうかなりの年数は経ってると思います。はい。もう10年近く経ってるんじゃないかなって思うんですけど、このね、下葉が枯れていたりとか、ね、こういったタイプもかっこいいんですよね。以前もね、動画、このチャンネルで、こうね、枯れてる葉がね、すごくかっこいいですよっていうのをね、お伝えしたと思うんですけど、僕自身も本当にね、こういった下葉とかがこうやって枯れているのがすごく好きで、あえてね、残してるんですよ。で、ちょっとわかりますかね。こういったね、枯れててもね、葉がね、しっかり残ってるんですよね。はい。なので、このね、枯れたこの葉っていうのもすごくかっこよくて、めちゃくちゃね、わかりますかね、これ。すごくかっこいいんですよね。なので、ね、アロエも結構ね、アガベとかには負けないこの歯の強さ、矯歯を持っているアロエもあるので、で特にね、こういったね、ラベル落ちをしているアロエでも、これだけね、こうかっこいいのもあるので、ぜひね、こう、アロエ狩り、皆さんしてみてください。はい、ということでね、今回ね、もう僕のね、独断の、ね、ラベル落ちをしてしまっているけど、かっこよく見える、アロエを、ね、3株紹介させていただきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。こういった感じでね、まあ、アロエ以外にも、こういったサボテンとか、まあ、サボテンはラベル落ちしていても、ある程度は品種はね、結構絞れるかなとは思うんですけど、でもこういったアロエとかアガベもそうですけど、結構ね、交配してしまっていると、なかなかね、ラベル落ちをしているともう品種の特定が難しいある、ね、植物っていっぱいあると思うんですよね。で、そういったアロエって結構園芸センターとかね、そういった生産者さんのハウスとかでも、ちょっともうお店の端っこで置いてあったり、もうかわいそうだけど下にね、地面と同じところに置いてあったりとかっていうのはよく見かけるんですよね。で、僕自身は結構ね、そういった植物とかを結構ね、抽出の意味でも込めて、自分でね、しっかりまた育てたいなっていうふうに思っている人で、結構ね、これね、植物をやられてる方はね、よく本当にご存知だと思うんですよ。なので、このラベル落ちしてしまっている植物の抽出っていうのね、皆さんもぜひどんどんとやっていただきたいですし、そういった抽出した植物とか、ラベル落ちした植物をこうね、立派に育てて、またね、新しいこう植物の魅力とか、そういったものにね、繋がったらね、すごくいいんじゃないかなと思っています。はい。なのでね、今回ね、こういった感じでちょっとね、普段の動画の内容とは違ったかもしれないんですけど、ぜひね、これからまた皆さん、園芸センターとかね、いろんなところで多肉狩りをするときに、ぜひまたラベル落ちしてしまっている多肉もね、見てみると面白いと思います。はい。今回もね、この動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そして、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお
会いしましょう。